議長、5番。5番、高野武美君。はい。ただいま議長より発言の許可がありましたので、私の一般質問を始めさせていただきたいと思います。大きく分けて2点です。1点目、空き地等の管理の適正について。1、空き地等の雑草や空き家等に関する苦情要望の内容と実績を示せ。2、行政としての対応と解決策はどのようにしているか。3、今後の対応の施策はあるのか。次に2点目、2、集団検診について1、特定健康審査の受診率向上の取り組みはどのようにしているか。2、保健センターの活用についてどのように考えているか。以上の質問となります。ご答弁お願いいたします。5番、高野武美君の一般質問について町長の答弁を求めます。町長。5番、高野武美議員の一般質問にお答えいたします。1、空き地等の管理の適正について1、空き地等の雑草や空き家等に関する苦情要望の内容と実績を示せ、および2、行政としての対応と解決策はどのようにしているかにつきましては関連がありますので併せてお答えいたします。空き地等の雑草や空き家等に関しましては、窓口や電話等により様々なご意見をいただいております。主な内容といたしましては、林地の草が繁茂している、空き家が管理されていない、町から相手に通知してほしいといったものであります。また、いただいたご意見ご要望の件数は、今年度102件となっております。町の対応といたしましては、長期にわたる避難生活により、ご近所であった方々と直接連絡も取りにくい状況となっていることを勘案し、町が代わってご近所の方々へ通知や連絡を行い、まずは現状をご理解いただいた上で、草木の繁茂、抑制などの管理を行ってくださるよう努めており、先ほど申し上げました102件の方々全員に対し、文書や電話により空き地・空き家の適正管理についてお伝えし、68件の方には実際に草刈りなどを実施していただいたところであります。また平成27年度から宅地の草木の繁茂の問題に対し、ご自身での宅地管理を行うきっかけの一つとして除草剤を年度内に3個まで無料で配布しており、除草剤の散布による管理についても一定程度定着してきたと考えております。次に3、今後の対応、施策はあるかについてお答えいたします。町といたしましては、町民の皆様のさまざまなご事情を斟酌いたしつつも、個人の資産である宅地等は、町民の皆様ご自身により管理いただかなければならないことをご理解いただくことに努める一方、間接的な支援施策として実施する除草剤の配布について、繁茂した状態での効きが弱いというご指摘を受け、葉や茎にも効く液剤型の除草剤の購入費用を来年度予算に計上しており、来年度からは土壌にまく従来の流剤型と液剤型を合わせた3個での配布を予定しております。また新たに草刈り機の購入費用も来年度予算に計上しており、草刈り機の貸し出しにより個人で宅地の草刈りをする方の負担の軽減につながるよう進めてまいります。今後もこれまでのお知らせも継続しながら、長期的に宅地や家屋の管理をしていただけるよう努めてまいります。次に2、集団検診について1、集団健康審査の受診率向上の取り組みはどのようにしているかについてお答えいたします。特定健康審査は40歳から74歳までの公的医療保険加入者全員を対象として実施されるものであり、メタボリックシンドロームが
糖尿病などの生活習慣病の大きな一因となっていることから、内臓脂肪を減らすことで生活習慣病対策、ひいては将来の医療費削減につながるという考えのもと、腹囲や BMI 値を基準として保健指導対象者の絞り込みを行うことから、一般にはメタボ検診とも呼ばれております。本町の特定健康審査は、震災以降多くの町民の方が町外に居住されている現状を踏まえ、集団検診につきましては福島県保健衛生協会との委託契約により、町内のみならずいわき市、郡山市において土曜日や日曜日も含めながら複数の受診日を設けて実施するとともに、一部ではありますが他自治体が実施している検診につきまして、富岡町民が受診できるよう調整を行っております。併せて主に県外居住者につきまして、居住先の医療機関において個別に検診を受診できるよう、日本予防医学協会との委託契約を締結するなど、受診機会の確保に努めております。また会場ごとの日程や予約方法等につきまして、広報富岡や町ホームページに掲載するとともに、はがきでも同様の案内をお送りするなど、より多くの町民の皆様に特定健康審査を受診していただけるよう周知に努めているところであります。加えて極力待ち時間が生じないよう、本年度よりご自身で希望する日程に申し込みができるよう、コールセンターの設置やインターネットによる予約を導入しております。このような取り組みにより、本年度の特定健康審査受診率は約 40% となっております。コロナ禍における受診控え等により、令和元年度と比較して若干受診率は下がっておりますが、健康・未受診者に対する受診勧奨等も行っているところであり、引き続き受診率向上に向け取り組んでまいります。次に、括弧に保健センターの活用についてどのように考えているかについてお答えいたします。保健センターは地域保健法により、町民に対し健康相談、保健指導及び健康審査、その他地域保健に関し必要な事業を行う施設として設置することができるものと規定されております。現在、総合健診や乳幼児健診などの健診事業や健診結果説明会、赤ちゃん教室等の主に保健事業に使用するとともに、事業を行っていないときは放射線リスクコミュニケーションの車座集会や会議、打ち合わせ等にも使用しております。今後は栄養士による栄養指導や離乳食教室等の実施も検討してまいるなど、引き続き積極的な活用に努めてまいりますので、議員のご理解を賜りますようお願いいたします。再質問に入ります。5番、高野匠君。5番、高野匠君。はい、では一つ一つちょっとお聞きしておき、いきます。順番通り、大きい1番の括弧1についてでございますが、今まで空き地の雑草の駆除や空き家の雑草駆除、庭木や雑草駆除で直接住民が通報とするような形でなった場合、隣同士っていうか、その生活する中でそういったトラブルっていうのは今までなかったかどうかをちょっと一遍お聞きします。生活環境課長。ただいまのご質問でございますが、私どもの方に、隣の、空き地の草が繁茂していてちょっと困っているというお問い合わせは、よくございます。ただそれに関しまして、私どもの対応といたしましては、そのお隣のお宅に、空き地の管理をお願いするという、通知文あるいは電話連絡等をさせていただいておりますが、その後につきましては、先ほど町長答弁でもありましたが、
処理をしていただいている町民の方がいらっしゃいますので、そのまま我々としては理解していただいたものと考えてございます。5番高野匠君、ありがとうございます。では町はそうですね、苦情っていうか、連絡かな、そういう連絡をいただいて、職員が現地を見て所有者の方に連絡や通知をして処理してるっていうことでよろしいのですか、それとも日常的に定期的に担当者が自ら町内を巡回点検確認を行い、日常の業務の中で点検報告処理をされているのか、ちょっとお聞きします。生活環境課長。ただいまのご質問ですが、私どもといたしましては、まず町民の方から、電話あるいは、書面での、先ほど申しましたような、草木の管理についてのお願いがあった際にはですね、私どもの職員現地に出向きまして、現地を確認した上で、対応の方させていただいております。なお消防団それから警備等のパトロールがございます。そういったところで、木が倒れているとかそういった連絡を受けた際には、そのパトロール隊が、仮の処置をいたしまして、その後、さまざまなしかるべき、手段で処理すべく、対応をしているところでございます。5番高野匠君。職員の方も忙しいで大変でしょうが、私としては少し町内を見ていただいて、行政自らこうしないといけないなというところまで心がけていただきたいと思いますが、その辺はどういうふうにお感じですか。生活環境課長。ご意見ありがとうございます。ごもっともな意見だとは思いますが、まず個人の、お宅の土地に、我々職員であってもそのまま入っていくというのは非常に難しいものでありますので、まず気になった時にパトロールの報告を受けたり、そういった際は先ほどと同じになりますが、私どもが道路上から確認をするなどして現地を見て、その方にご連絡をした上で、まずはその方に管理をしていただく、あるいは緊急の処置であれば私どもがそのままやるということも考えられますが、基本的にはお願いを続けていきたいと思っております。なおゴミの投棄等が散見される場所もございます。そういったところは連絡を受け、まずは私どもが回収に参っております。以上です。5番高野匠君。そういう言い方もあるでしょうけど、私が言ってるのはやはり自分たちの町なので、自分たちもちゃんとその目で見てくださいと言ったまでの話です。あともう一つお聞きします。私ちょっといろいろ勉強っていうか、ちょっと町のちょっと勉強してたところ、富岡町には環境美化条例があります。ホームページ等で見させていただきましたところ、空き地の適正管理というところで第10条にちょっとお読みしますね。ちょっとお聞きください。第10条、空き地括弧宅地化された空き地で現に人が使用していない土地のを言う括弧の所有者または管理者は、その空き地における雑草類の繁茂廃棄物等により周辺住民の生活環境が損なわれることのないように適正に管理しなければならないという条例があります。それでこの条例、富岡町は素晴らしいなと私は思いました。楢葉町の双葉、浪江とお聞きしたら、そういう条例はないんですよ本当に。大熊も直接係の方にお聞きしたら、それはないと。さっき課長がおっしゃった空き缶とかそういうのはあるんですけど、そういう除草に関しては載ってないんですよ。私もそれはとってもすごいいい町なんだなって改めて感じました。そこで
これを読んだときに、以前町は町民から雑草草刈りの相談されて、その地区の方へ空き地の適正管理についてお知らせという文章を出しておりますよね、直裁期。でもその文章を見て、やっぱり町民は納得されてないっていうか、そういう人もいます。なぜかというと、やっぱりその一つの原因は文面にあったんじゃないかなって私は思います。その文面というのは、まあ一般的に周辺住民より相談が寄せられてますよ、うんうん、それで対象となる土地の住所とその人の土地の写真、そして相談者の名前と連絡先、そして最後に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条が書いてありました。やっぱり受け取った人は法律っていうと何だろうと、やっぱり咎められて何かされるのかなっていう心配をした人もいました。私的にどうしてもう少し丁寧な対応、誤解のない対応を文面にすればよかったんではないかと思います。それで人の気持ち感情に触れるようなことに関しては、私はこれいろんな課に値すると思うんですけど、一つの目、二つの目、三つの目のチェックできちんとそういうのを対応してほしかったと思います。この件についてどのように感じますか。今の条項の家だと都市整備課がどこだよ。環境、生活環境の方、生活環境課長。はい、生活環境課長です。はい、ご意見ありがとうございます。ただいまの、高野議員おっしゃっていた、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条というものを、確かに通知文の中に掲載させていただきました。こちらによりますと、管理されるのは、所有者あるいは使用者の方が、適正に管理をしてくださいというお願いでございます。そういったものに基づいてお知らせをしてますという意味合いで我々は掲載しておりましたが、やはり今、ご意見いただいたように感じ方、それぞれでございます。で、確かに今まではですね、そういったことで、不快な思いをされたというお話を伺っておりませんでした。そのまま処理をされている方がほとんどでしたので、我々も慣れたままそのままやっていたというのが現状でございます。今回ご指摘いただきましたので、その分、条文を割愛いたしまして、我々といたしましてはより柔らかくですね、皆様に管理をお願いするという依頼文に変えて今やっておるところでございます。なお不快な思いされた方々、いらっしゃると、伺いしましたが、その方々につきましても、我々の方で後日、お話をさせていただいてですね、対象の、依頼された方についても、ご意見いただいて、意見交換をさせていただいてですね、ご納得いただいているという状況でございますので、ご報告させていただきます。ありがとうございます。5番高野匠君。もう何度 もう課長もきちんと分かってくださったようなので、対応の方のお願いいたします。話は先ほどの環境美化条例についてですが、基本的に環境美化条例の中身っていうのは、私は町民に啓発的な意味、基本的に罰則を課することを目的とせず、皆さんこういうふうな街づくりをしましょうっていう形の条例だと私は理解しておりますが、だからこそこの条例を使ってもう少し町民に理解や啓発活動も大事だと私は感じました。提案でございますが、どういうふうにお考えになりますか、この条例に関して。生活環境課長。はい、お答えいたします。先ほど、おっしゃられている富岡町環境美化条例につきましては、第10条繰り返しになりますが、空き地の、所有者または管理者はその空き地における、雑草類の繁茂、廃棄物等により周辺住民の生活環境が損なわれることのないように、適正に管理しなければならないと
という条文に基づきまして、これに、違反した場合はですね、勧告、町長は、期日を定めて必要な措置を講ずるべきこと、または適正に管理すべきことを勧告することができると、されておりまして、さらにこの勧告に従わなかった際には、命令ということで、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができるとされております。さらにですね、先ほど議員もおっしゃってましたが、いずれに従わない場合にはですね、5万円以下の過料の罰則規定まで、記載されておりますが、私の、記憶では罰則まで至った例はないと存じております。私も避難を、皆さんもそうですが、避難をされている、非常に、辛い状況でございます。確かに管理もできませんので、我々としましては、こういった勧告、命令、罰則、そういったものを適用することなく、まずはお知らせでですね、ご理解いただいて、共助、皆さんで、隣近所を、きれいにしていただくということをなんかも含めまして、地域の方々でできない人をフォローしていくというような、進め方というのも一つ考えております。5番高野匠君。まあ一応ありがとうございますとは言いたいんですけども、要はこの条例があるということを町民にも一度知らせてくださいっていうお願いも込めて言いました。まあそれはやってくださるとは思いますけども、やっぱり草の繁茂とか木の生い茂ったところは当然注意や指導もあるとは思いますが、それでも地域によってはこういう条例の文面の中にはっきりといわゆる費用弁償とか罰則規定を設けておりますが、それで対処して、していただくとやっている ところが多いですが、町は今までは指導程度で大きなトラブルもなかったと思いますが、今後地域も高齢化していく中でこうしたものをきちんと整理していかないとなかなか対応できないと私は思うんですけども、その辺のところをもう少し精査していただいて、きちんと町民にやって、そういう対処の仕方をもう一度きちんとやっていただきたいっていう時期に来てるのかなと思いますので、その辺はどうお考えになりますか。竹原副町長、まとめてください。竹原副町長。はい、町の状況、環境美化について、いろいろご指導いただきましてありがとうございます。生活環境課長からもありましたように、今こちらの方ですね、環境美化条例、富岡町議員おっしゃるようにですね、他の町になくですね、ゴミに関してですね、ゴミの他にですね、草に関してですね、書いてあるのは富岡郡内では多分富岡だけだと私も認識しているところでございます。でこちらの方ですね、生活環境課長からもありました通り、今皆さん、なかなか住んでいる方であればですね、この条項条例をもとにですね、いろいろとご指導させていただいたりですね、進めていくところでございますが、なかなかそういうところも難しいということで、まずは今現在行っている、お願いで、あと共助という、皆さんでやって、隣の、お宅のところ、私やってもいいかねって場合についてはそういうご協力いただいて、そういう形で、自分の周りを他の宅地もやっていただくとかですね、そういうところでまずはお願いして、進めていきたいと考えております。今後につきましては、状況を見ながらですね、この条例、ありますので、そういうところも、お示ししながら、ちょっとこういうこともあるんだけどもということで、進めていきたいと思います。そういうところにこの条例の方は活用していきたいと思っております。今はまず生活環境課長かったように、まずはお願い共助、こちらの方で進めていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。5番高野匠君。ありがとうございます。では次にの質問に入らせていただきます。
ちょっと納得しない。今後の対応、施策についてなんですが、草刈り機の購入で、先ほど町長の方の答弁の方にありました。それはどういうふうな感じで、まあ、なんか貸し出しなんていうお言葉もありましたけども、貸し出しっていうと誰も彼もがそれを操作するできるないとは思うんですけど、まして女性の場合は、まあ、貸し出しの条件っていうのはどういうふうになってるのか、それで今後どういうふうにそれを使っどっかに委託して町の町内の除草をするのか、それで費用的にはどのくらいかかるのかって、それちょっと細かく今計画している内容で分かる範囲で教えてください。生活環境課長。ご質問ありがとうございます。令和5年度予算に計上させていただいております、草刈り機の購入で、その草刈り機につきましては、常用でですね、あまり大きくはありませんが、人が乗って、自走しながら草を刈っていくという、草刈り機でございます。手押しの、コンバインに、後ろに乗れるというような、ちょっと表現が難しいんですが、普通であれば手で押していく草刈り機もありますが、それにその後ろの部分に人が乗れるということで、草を刈っていくと。で、草を細かくして、刈った後にかぶせていくので、覆う効果もあって、その後の草の繁茂が、抑制できるという触れ込みでございます。先行自治体でもですね、こちらを導入いたしまして、貸し出しをしているという自治体もありましたので、そちらを参考にさせていただいて今回購入を考えております。なお議員ご指摘の通り、ご高齢の方で、操作が難しいのではないかという話も出ておりますので、こちら先ほども申しましたように共助ということで、近所の方が借りていただいて、お隣さんも買っていただくというような、ことも想定してございます。できない場合には、できる方、に頼んでいただいて、その方が、乗って借るというところを想定してございます。で、我々もですね、運搬等のご協力はさせていただきたいと思いますが、そういったところで、当面はまず運用をしてみようと考えております。公表いただいた際にはまあ、台数を増やすとかそういったことも考えていきたいとは思いますが、まずは1台で、運用してみるということを考えております。生活環境課長です。生活環境課長。申し訳ございません。漏れておりました。貸し出しは無償で、貸し出すということを考えております。5番高野高見君。はい。じゃあその貸し出しっていうのは、やっぱり乗りこなせる人にない場合は、まあ知ってる人にやってもらうとかって分かったんですけど、これってもし事故を起こした場合はそういう保険とかそういう保証ってはどうなってんですか。生活環境課長。はい。こちら保険につきましても、今後の運用までには協議をして進めていきたいと考えてございます。で、先行自治体の事例も見ながらですね、検討させていただきたいと思います。5番高野匠君。詳しく教えてください。これは年齢制限あるんですか。何歳から何歳までとか教えてください。生活環境課長。はい。申し訳ございません。現時点では年齢制限等々を確認してございません。ただ常識の範囲内でですね、小さい子どもが乗らないという想定のもとに、やれる人に貸し
使っていただくということで進めさせていただいて、先ほどの保険の件も含めまして貸し出しするまでにきちんと整理をして臨みたいと思っております。ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。5番、高野匠君。ありがとうございます。まあ、これでもかこれでもかっていう感じのいろいろ案を出してきちんと町民を守るような体制でお願いしたいと思います。あともう一点お聞きしたいんですが、避難されて時が過ぎなかなか遠いところから高齢の方は町へ足を運ぶことができなくなってきてって思うんですよね。そうなると空き地が自宅跡地の雑草をやっぱり気になさる方もいらっしゃるんでしょうけども、ここでちょっと提案なんですが、防草シートっていう補助などは町では考えていただくことはできるのでしょうか。まあ、防草シートって、まあ、長いもので10年持つとかってこう改定はあるんですが、町では防草シートに関しては確かに補助はあるんですけど、こういう空き地とか自宅跡ではないんですよね。田んぼとか畑とか山林が適用になってるんですけど、なんでこういうこと言うのかっていうと、最低でも年に2回は草刈りをしないと、とてもとても周りにも迷惑はかけるし、いろいろそのお金のある人はいいんですよ。ただ頼む業者によっては5万から20万っていう開きもあります。それを年に2回やったらば、まあ、20万と計算しても40万50万かかりますよね。そんなになった時にそれを毎年やるっていうのはもう生きるまで死ぬまでやるっていうのはなかなか大変なことで、逆に言えば見えないところだからもう目を閉じてしまおうと、そうなった時のやはり町の対応っていうのはもともと大変なんじゃないかなという思いもあるので、そういうこう長くそういうものを使って長く生えさせないっていうものがあるんであれば、そういうものを使って補助っていうのは町は考えてないのか、お教えください。生活環境課長。はい、はい、ご質問の防草シートについてでございますが、私も何件か聞き取りしたところ、1平米程度施工するのに3000円ほど、かかるという話を、聞いてございます。で、対して草刈りの場合は、費用対効果でいきますが、草刈りの場合は1平米あたり500円程度ということで、できるという話を伺った上でですね、防草シートですと、ものによっては10年持つものもあれば、1年でダメになってしまうものもあるという話も聞いておりまして、そうそう長く、一度張ったからずっと、安心できるというものではないと。さらに防草シートの上脇からも草は生えてくるという状況で、そうしますと、防草シートよりは、除草剤を、配布してですね、維持管理していただくという方が適正ではないかということで、今除草剤を配布させていただいております。なお、議員ご指摘のようにご高齢でなかなか来られないということであれば、また繰り返しになりますが、除草剤につきましても、隣の方が代わりに撒くということを言っていただければ、そちらの、土地の分の、除草剤も配布できるようになっておりますので、その際にはお声かけいただきつつ、ご面倒ではありますが、周りも撒いていただきたいというのが町、事務局のお願いでございます。以上です。5番、高野匠君。除草剤っておっしゃってますけど、今除草剤のこの提供してる件数とか個数っていうのはあまりここ何年お変わりにならないんでしょうか。少なくなったとか多くなってとかってはあるんでしょうか。ちょっとその辺を教えてください。生活環境課長。はい、除草剤の、提供個数なんですが、ここ数年、毎年、5000個弱
でございます。そんなに多い変動はございません。5000個をちょっと下回るぐらいが、毎年の配布個数になってございます。以上です。5番高野匠君。ます。だいたい除草剤いただいて取りに来る方はほぼほぼ決まってらっしゃるのかなっていう感じも受けますけどもね。そうですね。話ちょっと戻っちゃって申し訳ないんですけども、さっきの無料のその草刈りに対してそういういいものがあったら町民の方はちょっと結構多くその時期に、まあ、草が生える時期にこうバーッと申し込みがあったら次の月にも連れ込んじゃうってことになりかねませんよね。そうすると申し込みがぐんぐん遅くなっちゃうっていう対応っていうのは何か考えてますか。まあ1日何件やれるんだかその辺は分かんないですけども、私はかえってその機会を使ってどっかシルバー人材とかトミプラさんあたりに頼んでやってもらった方が動きはいいんじゃないのかなって感じもします。リースっていうとそこから移動してまたこっちから移動してって言うとその時間がなんか乗せたり下ろしたりっていう感じよりも一箇所に頼めば一箇所でこうトン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 行くのかなっていう感じもするんですけど、その辺はどう考えますか。生活環境課長。はい、ご意見ありがとうございます。今のご意見を参考にさせていただきまして、関係団体と運用につきまして協議させていただきたいと思います。なおですね、先ほどの除草剤の個数、くどくなりますが、実績ございます。令和元年度4228個、令和2年度4558個、令和3年度5000トンで1個で、令和4年度今年度につきましては2月末までで4747個の配布となっております。以上です。5番高野匠君。いろいろと今からやることがきちんとやっていただければ私もそれでいいと思いますので、除草に関しては質問を終わらせていただきます。それで2点目の集団検診についてカッコ1について、確かにメタボリックシンドロームが生活習慣の大きな一因となっております。生活習慣の見直し改善が重要となっております。したがって生活習慣病を早期に発見し改善を図るには定期検診、がん検診、人間ドックによる定期的な健康チェックが大切だとは思っております。確かに本庁においては令和4年度の特定検診の受診率は先ほど 40%、がん検診の受診率、胃がん、乳がんなどもそんなに高くないのかなと思います。それで目標の受診率っていうのは町ではどういうふうに捉えているのかということと、その受診率が低い要因をどのように認識しているかお聞きします。健康づくり課長。はい、はい、ご質問ありがとうございます。まずですね、検診の受診率の目標ということでございますが、これにつきましては、令和4年度につきましては、目標値としては 51% となっておりました。でこれ一応年々ですね、増えていくような目標となっておりまして、さらに令和5年度につきましては 52.5% ということで、基本的には毎年受診者は増えていくような目標で、進めております。ただ現実としてはここまでは達していないというところがございまして、でこれについて次の議員のご質問にありました原因というところでございますが、なかなかですね、検診ということですので、実際に体調を崩してみないとその健康のありがたみわからないというところがなかなかございまして、そういったところで
受診率が低いのかなというところがございます。また町長答弁にもありました通り、ここ数年につきましたコロナ禍ということで、受診控えということソーシャルディスタンスなどの話から、受診を控えるという方もいらっしゃって、若干落ち込みもしているところでございます。そういったことも含めまして、今後ですね受診率向上に取り組んでいきたいと考えております。5番高野匠君。の集団検診となるとそこでやっぱり感染しないかな、そういうことが気になる人もいらっしゃっていかないっていう人も分かるんですが、そういった方に関して集団検診でも感染対策をしっかりやっているというの有用な意味を込めて、その辺の対策はしっかり捉えていると思うんですけども、今回どんな感じの対応なさったか教えてください。健康づくり課長。集団検診におけるその感染対策ということでございますが、まず前提といたしまして、受診に来られる方につきましては事前に検温をしていただいて、熱があるときは控えていただくと、それからマスクをつけていただくと、でその上でご来場いただいた段階でまた検温をさせていただいて、熱がないということ、体調がよろしいということ、問題ないということを確認して、受診に回っていただくということでございます。さらにマスク等の着用とアルコールの手指消毒につきましては受診される方だけではなくてスタッフ側についても同様に進めております。合わせまして以前につきましてはその日程だけのご案内ということで朝一にたくさんの方が並ばれるような状況がございました。でこれにつきましては当然待ち時間が増えるという点もありますし、こう密になるということがありますので、コロナ禍以降ですね、時間を区切りまして、例えば30分につきまして20人とか30人とか制限を設けまして、その範囲の中で時間の設定をして、できるだけその町民の方受診される方が集まらないように固まって、来られないような形で時間設定をするような対策を行っております。5番高野匠君。確かに その現場ではそういう対応は必要だと思いますけど、私その前に検診は不要不急ではないですよっていうことを、やっぱコロナ禍でもあっても検診やがん検診を受診しましょうというような啓発訴えることも私は必要だと思っております。今後そういうこともやはりコロナ禍もどうなるかわからないので、そういうこともやはりちゃんと町民に訴えていくのも一つの案かと思います。時間がないので次の質問にします。特定健診の未受診者、その人たちの理由を現在どんな方法で把握してどのように認識しておりますか、ちょっとお聞きします。健康づくり課長。未受診者の方の、受けない理由というところでございますが、申し訳ございません、これにつきましては受診されない方にどうしてですかというふうな調査を直接は行ってはおりません。で、先ほどもちょっと触れましたが、こちらとして考えるにはまずは日程がご自身のものと合わないというところと、それからそのやっぱり健康に対しての意識づけといいますか、この点で、まだまだできることがあるのかなというふうには考えております。で、繰り返しになりますが、実際体調を崩してみないとその健康のありがたみってなかなかわからないものなので、この点についてですね、俺今何ともないから検診受けないっていうふうな方が多分いらっしゃると思いますので、そういった方に検診に来ていただけるようなモチベーションの上げ方とか意識づけということについても、これからですね、先進的な事例を行っている市町村もあるかと思いますので、そういったところの事例も確認しながらですね進めていきたいと考えております。5番高野匠君。まず特定健診というものがあるということを知っていただいて、健康への意識を高めていただくことは大事です。何があれば受診する気持ちになるのか、何が受診の障害になっているのか、初回受診者、毎年受診者、各年受診者、受診者などに対するアンケート、もしくは聞き取りなどは行っておりますか。健康づくり課長。
アンケート聞き取り等は特に行ってはいないところでありますが、国保連合会の方で、連携をしております事業者さんと委託契約をしまして、過去のその受診された時の問診の内容ですとか、それから医療機関にかかった時のレセプトなどの分析をしまして、その中で受診をされない方に対して、こういうことがあるので受診をしてみませんか、してくださいというふうな受診勧奨などを行っているところであります。5番、高野高美君。もう震災後12年になって、いろいろ健康に関しても町民に対しても意識も高め、そういうふうなところを考えてもらうっていうのと、やっぱりその健康に対してどう思っていくかっていうのを、やはり町でも把握して、ここでアンケートっていうのも私はありかなと思うんですけど、それは後ほど要望として今質問させていただきます。それともう1点、各種がん検診において女性が受診しやすくするための環境整備が大事だと私は思うんですけど、今町としてはどんな取り組みをなさっているのか、また新しい取り組みがあるんであれば、お話聞かせてください。健康づくり課長。はい、ただいまのご質問の女性のがんの検診についての工夫ということでございました。で、女性の方のがん検診につきましては、子宮頸がん検診、それから乳がん検診ということで町で実施をしているところでありますが、まずこの方たち、この対象者につきましては、文書で、町の検診を受診するかどうかというふうな意向の調査を行っております。で、町で行っている検診を必ず受けなければいけないというわけではなくて、例えばそのお勤め先の方で行っている検診を受けている方もいらっしゃるので、そういう方もいるので、皆さんが町の検診を受けるということでは当然ないと思っておりますが、その意向を伺う中でですね、要望などもあれば伺うというふうなことを行っております。以上です。5番、高野武美君。ちょっとお聞きしますが、もう一点、乳がんと、子宮がんと特定検診っていうのは一緒にはできないんでしょうかね。健康づくり課長。はい、ですね、現状富岡町では一緒には行っておりません。で、これですね、いろんな要因があるかと思いますが、例えばその検診のバスの関係とか、委託先の保健衛生協会の状況であったりとか、そういったものもさまざまな要因がございまして、現状は一緒には行っていないというところでございます。5番、高野拓実君。確かにね、場所とか難しい話でしょうけど、そういうのもやっぱり場所というか回数っていう考えもあるのかなと思う。3回を4回にする、5回にするっていう可能であれば、そういう感じの考え方もどうなのかなと思って、それでやっぱりアンケートとか取るとそういうのも、やっぱり出てくるんじゃないのかなと思いますので、その辺はちょっとお考えになってください。あと時間がないので、ちょっと教育長にお聞きしたいんですが、学校でがん教育する時間っていうか、そういう勉強する、平成26年あたりから文部省のなんかそういうふうになってたって聞いてるんですけど、今町ではそういう、勉強する時間とはあるんでしょうか、やってるんでしょうかっていうか。大丈夫、教育長。はい、ありがとうございます。お答えいたします。ですね、学校の方にもいろいろと文科省、あとは県教育委員会の方からがん教育についてこういうことができますよ、こういうのができますよというパンフレットが来ております。それを学校の方に出しまして、学校内で相談をしまして、今のところはまだそのがん教室というのは開いてない状態になっています。ただ県教育委員会からの情報提供は受けております。以上です。5番、高野武美君。また本当に難しいんですよね。やっぱりいろんな配慮を要する事項が多いので、やっぱり家族でがんになってたりとかなんていうと、やっぱりそこら辺は難しい指導なのかなとは 思います。ただ集団検診の大切さっていうものを
やっぱりそこでは歌ってるんです。それを家族でそういう話をすると お父さん言ってよと言って、少しでもちょっと受信率があるのかなっていう思いでちょっとお聞きしました。ありがとうございました。それではあと次の質問です。健康センターの活用について、健康センターは健康相談、保健指導など地域保健に関し必要な事業を行う施設のこと、そして今後栄養士による栄養指導などを企画していくとの答弁でした。どのような方を 対象にされるのかお聞きします。健康づくり課長。はい、ただいまのご質問、その栄養士の健康、栄養指導等についてどういった対象かという質問と受けました。で、今現在考えているのはですね、まず社協等でも高齢者の方の健康教室などを行ってますので、そういったところに出向くような場合もございますが、まずは高齢者についてそのフレイルの予防等もございますので、そういった栄養指導がまず1点、それからですね、乳幼児を持つお母様にがいらっしゃると思うんですが、どういったその離乳食の教室であったりとか、お子様の栄養に対してどういった食事を作っていくのがいいかとか、そういったことも含めた、栄養指導などもできればということで、まだ具体は揉んでる最中ですが考えていきたいと考えています。5番高野武美君。ありがとうございます。特定検診、検診の結果で指導っていうのは とっても大切です。でも何ていうのかな、年齢に関係なくやっぱり今富岡町で一番多いのは糖尿病ですよね。糖尿病に関しての講話とか、あとそういう持病を持ってる方が多い病気の講話を定期的にやるとか、やっぱりこの健康センターを有効に使っていただきたいんですよ。だからそういうのはどう考えておりますか。健康づくり課長。はい、ご提案ありがとうございます。今現在ですね、町の広報富岡において保健だよりというページがございまして、そこでさまざまな健康に関する情報提供などは行っておりまして、その中で糖尿病についてもご紹介した時がございました。でちょっとご質問の趣旨とは変わりますが、このページをですね、来年度を拡充させるということで考えております。で今現在の1ページでやっているものについて、今担当と話をしまして、見開きでできるような形で、まずは進めておりますので、こちらでも健康に関する情報提供は拡充させていく考えでおります。でそれで保健センターということですが、ご提案いただいたことについては重要なことだと思いますので、どういった方を対象に、またどういった内容の講習を行うかということも検討しなくてはいけないと思いますが、まずできるところからですね、まず自前の例えば保健師ができること、栄養士ができること等もございますので、そういったことも含めてできる内容からちょっと企画を進めていきたいと思っております。ご提案ありがとうございます。5番高野武美君。いい方向に向かうことを願っております。あともう1点ですが、これは若いお母さんからのお話と話しする機会があって、その中での話なんですけど、私の団地の中で赤ちゃんを産んだ人がいまして、その人は外国の方であまり外に出ないんだって心配になって、その人は何度も足を運んでいらっしゃるんですけども、それはもちろん保健師さんも足を運んでおります。でもそれは1対1なんだよね。それでそういうちょっと不安になってるお母さんがいるので、やっぱりもうちょっと町としても考えてくれないかなっていうちょっとお話を聞かれて、それでちょっと住民課の課長に質問なんですけど、外国の方で富岡町で結婚されてお子様がいる方は何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。分かる範囲でお願いします。住民課長。町内に居住されている外国人につきましては41名ほどいらっしゃって、その中で子どもさんにつきましてはお二方いらっしゃいます。今把握しているのは13歳と2歳ということで把握しております。以上です。5番高野武美君。ありがとうございます。
これは少ないとか多い問題じゃなくて、やっぱり一人でもそういう方がいるんであれば、町は率先して寄り添うべきだと私は思います。子育ては一人ではできないんですよ。やはり町ぐるみでなんとかそこら辺をやっていただきたいなっていう思いもあります。そこで一番子育てで不安になってるお母さんたちっていうのは1歳未満のお子様を持ってる方々なんですよ。表に出る散歩に出る月っていうのはまあ大体3ヶ月以上だと思うんですけど、そこからニコニコ園まで出る年のその間っていうのはなかなか重要であって、そこでやっぱりお友達を作る、そういう相談する方ができるっていうのはとっても力強いことだと思うんですよ。だからもちろんその方もできれば保健健康センターで、まあ、お父さんパパママ同士でお話し会やちょっとしたお茶会ができる場所が あって、子どもを広いとこでハイハイさせたりよちよち歩かせたりして、そういうざっくばらんな子育ての話ができる場所として使えないのかっていうご相談を受けて今回こういう質問になったんですけど、その辺はどうお考えになってますか。健康づくり課長。はい、はい、お答えいたします。まずですね、その乳児のお子さんを持つ お母さん等につきまして、放射線リスコミの観点からそういった方を対象とした車座集会などを行ったことがありまして、この時保健センターを会場として、やっております。で当然お子さん連れて、参加されますので、お子さんはスタッフ側が見てるという形で、お母さんたちは放射線の話を聞きながら、いろんなこう不安を出していただいて、で交流をするというふうな会を今年度も行っております。で同じような話になってしまうんですが、そのお母さん方のコミュニティという中で、俗にママ友というもの、これがお母さんたちが子育てしていく中でも重要だということは私どもも承知をしておりますので、そのあたりについてお母さんママたちの要望も聞きながら、教室等ができるのであれば、そういった要望があるのであれば、保健師なり、先ほど言った栄養士の話も含めまして、集まっていただく機会を設けることは十分可能でございますので、要望を伺いながら実施ができるように進めていきたいと思います。5番高野匠君。ありがとうございます。子育てはやはりお父さんも必要なので、お父さんお母さんも参加できるような感じでやっていただければ私は嬉しいと思います。ぜひいい方向へ、行くことを願っております。私は保健センターをやっぱり人が多く来る場所になればいいと思っております。子どもを連れてくる若い方々、そしてそこに先輩として子育てに関わる方、それで子どもは可愛くて寄ってくるおじいちゃんおばあちゃん、そういうことでやはり人と人をつないでいける場所であってほしいということも私は願っております。活気ある町、人に寄り添える町、それをやってくれるのが活気ある役場、人に寄り添える役場を私は期待して一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。